大会、小山の山頂部大会、小山付近の樹林に覆われた登山道大会小山は丹沢山地西部、神奈川県足柄上郡三北町と山梨県南鶴郡道志村の境に位置する標高1246メートルの山である。神奈川、山梨県境に伸びる交渉国境をねえの東部に位置する小ピークで山頂より南側は 県立丹沢大山自然公園に北側は横浜市水道局の水源観葉林に指定されている。山頂周辺はブナを中心とした自然林に覆われており、冬枯れの時期以外は展望はほとんどない。大海小山からは東西に国境尾根が北側には鳥の胸山方面へ連なる尾根が伸びている。東側の国境尾根は諸久保沢の頭、しら水晶沢の塔。 加入ュー道さんと続き、道尾根最高峰の大室山へ至る。西側は、白川峠、城ヶ尾山、小もつるし山と連なり、神奈川、山梨、静岡山県境の三国山へ至る。北側の尾根は、一旦、浦安峠へ下り、平指山、雑木の頭などの小ピークを連ね、鳥の胸山へ至る。江戸時代に、丹沢山地一帯の森林は、 幕府の御用林となり、特に重宝されていたかや、栗、ケヤキ、杉、賀、もみは、丹沢六木と呼ばれ、庶民が伐採することはご法度とされていた。大会、小山の北側を流れる野間の沢にはかつて、丹沢六木の一つであるケヤキの大木があり、それは、庶民が憧れる名木であった。このようなことから、大きなケヤキがある山の意味が転じて、 大家焼山大会小山になったと言われている。大室山西側の破風口付近から見た、大会小山周辺の山々あぜが丸避難小屋の、内観もよりの山小屋は、あぜが丸の山頂付近にあるあぜが丸避難小屋であるが、日の木道丸の青が竹山荘を除いて、丹沢山地西部の山小屋は、無人小屋であり、宿泊の際は、寝具や自炊具などの登山装備が必須となる。 ありがとうございます。